気にしたらマシになってで楽になっていくんで、はい、はい、今学生さんですか？はい。大学生ですか？はい、次2年生です。今は陸上やってるんですか？今は部活には入ってないんですけど、はいはい、個人的に走ってます。あ、そうなのか。はい。あ、趣味みたいな感じで。はい。大学の部活はやめとこうと思ったんですか？そうですね、その勉強がすごい、あの1年生の間とかはすごい大変って言われてる学部で、はいはいはい、なのでちょっと両立は難しいかな。難しい。YouTube 見てるんですか？はい。よく来ようと思いましたね。そうですね。友達にも言ったりしたんですよ、ここ行ってくるって。いや、言ってないです。言ってないですか？親とかにも言ってないですか？あの、姉に言いました。はいはいはい。で、姉もあの YouTube 見てて。はい、あ、一緒のやつですか？はい、はい。でも絶対やめた方がいいって。帰ってこらんくなっても知らんでって思いました。僕も自衛隊行ってた時に、はい、ずっと、マラソンしてて、一番早い時で18分でしたね、5キロ。おお、すごい。めっちゃしんどかったですね。ですよね。で、めっちゃ速い人で15分とかですね。ああ、そうそうそう。もうあの、私トラックで走ったので、そのぐるぐる回るんですよ。はいはいはい。だから、12周、はいはい、走るんで、途中で周回とかされるんですよ。ああ、早い人に抜かれて。はい。男子でどれぐらいなんですか、5キロ。男子わかんないです。多分15分とかですよね、早い人だったら。でしょうね。ですよね。わからない。